旧文彦は、中華民国の政治家、立法委員、環境省副大臣、台湾平東県内保出身の発火人、国立台湾海洋大学教授で、海洋政策、海洋地理、湿地生態保育等関連区域を研究する。国立西高大学都市計画学科、国立中高大学法省学院都市、計画修士学位を習得。 環境保護法学問の公費留学に合格し、米国ペンシルベニア大学にて都市及び区域、計画収支及び博士学位を取得する。帰国の後、国立中山大学海洋環境及び工程学科、国立台湾海洋大学海洋事務及び資源、管理研究所の教授を務めた。1994年から台湾を代表して、 アジア太平洋経済協力の海洋資源保育ワーキンググループに出席し APEC 海洋資源保育及び漁業連合特間の編集を担当した1995年から行政院環境保護所環境影響評価専案チームの委員を務め海岸地区重大開発案件の審査をした長年にわたり海洋教育及び環境政策を促進し 環境教育法の確立に努め、左へ過ごし土、東伊佐子海洋公園など多くの計画を促進した。環境保護団体のバックグラウンドがあり、中華民国湿地保護連盟理事長、海洋台湾文教基金会執行長、海洋汚染防治協会理事長及び、イルカ保育協会理事を務めた。環境教育、環境企画及び、管理、海洋政策、 海外管理、都市及び区域計画、自然保育、湿地生態保護、海洋文化資産海洋資源保育事務を専門とする。趣味は幅広く、写真撮影と素描を好む。環境倫理は、生態環境の継続可能経営基礎に基づくべきで、あると主張し、山林から海洋まで、全面的な国土計画、海岸法、海洋法、湿地保護法及び、 温室期待原料も合理的に促進すべきであると考えている。海洋学者として多くのオーシャンブループリントを寄贈した。1996年に海洋国家のビジョン、2000年に海洋事務部設立構想書、2006年に海洋政策白書、2007年に海洋教育白書、2008年にブルー革命海洋広告政策を提唱した。また、 2002年にはゴールデン10年国家ビジョンに関する海洋と湿地生態の保護政策などに参与し、高校優と3回の海洋と台湾セミナーを主催した自由中国号救助アクションに参加した経験もある自由中国後期船海大展で2008年8月に行政院環境保護所副所長に任命された2011年11月に中国国民党で 立法委員選挙不分区立法委員の第5位にノミネートされた。2015年6月10日に台湾ドイツ議会友好協会が設立された際、初代会長に就いた。2015年、成功大学の104年度優秀上受賞を受賞した。立法委員新興国海外公開用政策、海岸管理、湿地生態保育、気候変動、環境保護、 都市及び区域機器が、水下文化資産また、流域総合地理特別条例の審議に参加し、2014年1月14日に、法案成立。立法院、政院会室、順条系その他の提案法案、都市更新条例修正草案、景観法、景観司法、海域管理法、文化資産保存法修正草案、河川福育及び、染め地特別条例、 原住民族土地及び海上法など、旧文彦は海上電子マップの作成を促進している。また、東シナ海、南シナ海の紛争について、関係各国の共同管理を呼びかけている。そして、平和と海洋保護区を概念に、各国は暫時葬儀を置き、積極的に協議を進めなければならないことを呼びかけ、共同して、東シナ海と 南シナ海による国際海洋平和公園の準備と設立を提案している。旧文彦は成功大学に在学中、美術者の社長職を務め、各柏川教授の素描、馬伝飛教授の水彩、蔡茂松教授の国画、及び大家誠教授の設計過程を習得した。南部の七県市水墨社製コンテストで大学及び社会人の部の第一位を獲得したこともある。 この作品は、台南支社教館に収蔵されている。このほか、全国予備軍人、青系文芸賞国画類の一等賞、金冠賞を受賞している。ボールペンの画作は一部が、旧文彦考慮随筆に収録されている。ありがとうございます。